サイラス・ディーン、サイラス・ディーン、A、サイラス・デアネ、1737年12月24日から1789年9月23日は、アメリカ独立戦争の時の大陸会議代表であり、後にアメリカで最初の外交官となった。大西洋の両岸にわたる情報活動が有名である。サイラス・ディーンは英雄なのか、ペテン氏なのかという議論が今でもなされている。 サイラス・ディーンは、コネチカットのグロートンで、カジヤの息子として生まれ、1758年に、イエール大学を卒業した。1761年には、法廷弁護士としても認められたが、その修行をする代わりに、ウェザーズ・フィールドで商人になった。ディーンはここで、将来の長法院となる、エドワード・バンクロフトを教えた。ディーンは、生涯に2度結婚しており、2度とも相手は、 ウェザーズフィールドの裕福な未亡人であった。最初の結婚は1763年のメヒタブル、ウェブとであったが、ウェブは1767年に亡くなった。二度目は1770年、エリザベス・ソルトンストーレーバーズとであった。ディーンのママ子、サミュエル・ブラクリー・ウェブ・サミュエル・ブラッチリー・ウェップは、大陸軍第9コネチカット連隊、後に第1コネチカット連隊に統合の大佐として、 じ軍した。ディーンはアメリカ独立戦争の前段階でコネチカットでの運動に積極的な役割を果たし1772年には植民地議会議員に選出された。1774年から1776年にかけて大陸会議のコネチカット代表となった。1776年早くディーンは大陸会議の命令により反公式的立場で フランスに渡り、秘密の諜報員として、フランス政府に掛け合い、アメリカ植民地に対する借款を取り付けた。後には、ベンジャミン・フランクリンとアーサー・リーが加わり、大陸会議の正式な代表として、フランス政府との外交交渉を続けた。ディーンは、パリに到着するとすぐに、ベルケンヌ伯爵とボーマルシェとの交渉を始め、特に、ボーマルシェを通じて、 アメリカに向けた多くの武器や弾薬の船積みを確実にするとともに、大根デロガの戦いのための財政的援助を勝ち取った。ディーンは将来的に大陸軍を助けてくれる多くの志願兵の長母も言った。この中には、ラファイエット、ドカルプ男爵、トマス・コンウェイ、カジミエ・シュプアスキ、本ュとイベン男爵らがいた。ディーンは、 フランスでの取引の感情をしっかりとっておく際に不注意なことがあり、また、ボーマルシェとの契約に関して、アーサー・リーとの間に見解のズレが生じたりしたので、1777年11月21日、中フランス大使となったジョナ・アダムズによって呼び戻され、更迭されることになった。さらに、リーの申し立てと外国人士官に、 アメリカでの交換を約束していたことによって発される恐れが出てきた。しかし、パリを離れる前の1778年2月6日にディーンや他の代表団が交渉してきた結果として、フランスとの友好、貿易、同盟の条約に調印することができた。ディーンが、スコットランド人、ジェームズ・エイト県、画家のジョンのアメリカ植民地のために、イギリスのポーツマスで、 イギリス海軍の倉庫を破壊する計画に公式の承認を与えたのもこの頃であ。アメリカに戻ると大陸会議での長く苦しい問責に直面することになったが、大陸会議が要請したディーンの受け取り証や支払い表の写しの提出をフランスが拒んだこともあり、ジョン・ジェイやジョン・アダムズが弁護に立った。フランスは1778年2月6日までは13。 植民地との同盟を公式には結んでおらず、それ以前に関係があったことを示す証拠は外交的に問題となる感じていた。ディーンは今度は公正に転じてフランスとの外交的勝利を挙げ、彼のことを問題にした大陸会議大議員の団結度合いに問題を投げかけた。ディーンは1781年にパリに戻ることを許され、残された課題を片付け、 問題とされた記録の写しを見つけようとした。しかし、フランスの役人との間に意見の食い違いがあり、また、ニューヨークのリビングストンズ・ロイヤルが Z に彼が兄弟にあてた指針、その中ではアメリカの独立が希望のないものとして否定し、イギリスとの関係改善を示唆していたが掲載されて、また告訴されることになり、母国では裏切り者の落印を押された。 ディーンは1783年のパリ条約で平和が確立されるまでオランダに住み、その後貧窮の中でイギリスに移り住んだ。ディーンは北アメリカの自由で独立した合衆国市民に対する弁明という自己弁護のための書を出版した。1789年、ディーンは失われた資産を取り戻そうとアメリカに戻る計画を立てたが、 不思議にも病にかかり出航する前の9月23日に死んだ。アメリカとイギリスの二重スパイであったエドワード・バンクロフトに必須をもられたのではないかと指摘する歴史家もいる。エドワード・バンクロフトはジョン・アダムズとディーンの両者に言われ独立戦争中に情報を集めて回ったがディーンがアメリカ議会に提出する可能性のあった供述書の内容を恐れていた嫌いがあった。 一方で、アーサー・リーの告発書については、ディーンの無罪が認められた。ディーンの孫娘、フィルラがその夫を通じて、アメリカ議会に対して、ディーン事件の審理を要求し、結果的に1842年、ディーンの死後約50年を経て、ディーンの一族が3万7千ドルの損害賠償金を受け取ることになった。アメリカ海軍のフリゲート艦、アセス・ディーンは、 ディーンの栄誉を称えて名付けられた。他に、サイラス・ディーン・ミドルスクール、ウェブ、ディーン・スチーブンス博物館、サイラス・ディーン高速道がウェザーズ・フィールドにある。ディーンの邸宅は1766年に完成したものであるが、アメリカ国定歴史建造物に指定され、保存されている。サイラス・ディーン・ハウスとして一般にも公開されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。